こんにちは, ゲジの頭です。 今日の話は Far Breton。 はい、行きましょう。 Far Breton が伝統的な Bretagne のデザートです。 Bretagne はフランスの北のところです。モン・サン・ミシェルが近くにあります。あーラ・ブレターニュ、面白いところですね。ファルブロトンを作るために20個プルーヌがいります。砂糖がいります。小麦粉がいります。卵を3個がいります。牛乳がいります。バニラエッセンスがいります。ロームがいります。プルーヌを半分切ってください。ボウルに入れてラムをかけてください。子供のために心配しないで、デザートが終わってから全然大丈夫です。できれば1日作る前にプルーヌを準備してください。時間がなかったら3時間の前でもいいです。じゃあスタートしましょう。オーブンの皿にバターを塗ってください。そしてプルーヌを入れてください。オーブン200度を準備してください。鍋に 750cc 牛乳を温めてください。絶対茹でるをしないでください。ひと肌してください。ボウルに小麦粉約 50g を入れてください。砂糖約 50g を入れてください。
卵を3個入れてください。混ぜてください。温かい牛乳を入れてください。残ってるプルーヌとラムのジュースを入れてください。ちょっとバニラエッセンス入れてください。プルーヌが動かないためにリクイドを優しく入れてください。15分焼いてください。オーブンが終わってからまだ開けないで1時間を待ってください。はい、できました。早く食べたいね。本当は友達のレシピですから、ちょっとプライベートメッセージがあります。すいません。Hey mon pote, je t'ai piqué ta recette. Alors si t'es pas content, tu viens que je t'éclate la tête. À coup de Street Fighter. メッセージ終わりました。すいません。今日終わりです。質問があったらどうぞ。いつも下手くその日本語すいません。頑張ります。ビデオを見てくれてありがとうございます。チャンネル登録したら嬉しいです。またよろしくお願いします。